友です。お願いします。はい。あっぷね、もうちょいで遅刻するとこだった。バカ、寝坊じゃねえよ。ちょっと今朝ゴタゴタがあってさ。まい、あ、やっぱ先生来た、先生来た。転校生来るんだ。女子だって可愛いのかな。な、入ってくる入ってくる。ああ、お前あの時の、なんでお前がここに。いや、知り合いっていうか今朝な、っていうかほんとついさっきだよ。俺がこの教室来る途中、学校着いて上履き履き替えて階段登ろうと思ってパッて横見たら、職員室の前の廊下でこの女が立ってるのを見ました、見ました、見ました。お前あの時の職員室の前棒立ち女、転校生ってお前だったのかよ。なんだよこの展開。てめえよく俺の前に顔出せたな。なんかされたのって言ったから、さっき言ってた今朝のゴタゴタってのもあいつだよ。あれ知らねえ顔だなってずーっと見てたら遅刻しそうになったんだよ。あん時は世話になったな。まさかこいつが転校生だなんて朝っぱらからついてねえや。え、ちょっと待ってよ先生、それ他に空いてる席ないかもしんないけどさ、でもなんでよりによってこの女が俺の2個斜め前なわけ。冗談じゃないよ。どうもありがとうございました。